ニキータ・アレクサンドロビチは、ロシアの皇族、ニコライ一世の彦、アレクサンドル三世の外孫。ニキータは、アレクサンドル・ミハイロビチ大公とその妻クセニア、アレクサンドロブナ大公女の間の、第四子、三男として、サンクトペテルブルクで生まれた。皇帝アレクサンドル三世の外孫であったが、男系決闘では、ニコライ一世の彦でしかないため、兄弟たちと同様に、 ロシア大公の称号を授けられなかった。ロシア革命が始まると、ニキータは、両親や兄弟、祖母マリア皇太后らの皇族や貴族と一緒に、クリミアに遊兵された。クリミアに集められた皇族も、他の皇族と同様に処刑されるはずだったが、1918年に、ブレストリトフスク条約が結ばれたおかげでクリミアは、ドイツ軍の占領地域となり、ニキータたちは難を免れた。 1919年、ニキータは、一族と共に、イギリス政府の差し向けた戦艦、マールバラ号に乗り込んで、ロシアを出国した。ニキータは1922年、パリで、マリア・ボロンツォワ・ダーシコワ・伯爵霊場と結婚した。夫妻は二人の息子を設けた。ニキータは1974年に、カンヌで亡くなった。ありがとうございます。